マジであんたら最高だよ。次も熱い試合を期待してるぜ。準備はいいか。もう賭けなんて関係ねえ。俺はあんたら応援するからな。頑張ってくれよ。異例の盛り上がりを見せましたコルネオ杯。どうでしょう皆様、このまま終わるにはあまりに惜しいとは思いませんか。そこでドン・コルネオより皆様へボーナスマッチをプレゼントさせていただきます。もちろん出場するのは今宵の主役、地下闘技場に突如として舞い降りた新生カップル、クラウド&エリー。地下闘技場のさらに地下、地中深く封印され新モンスター、今解き放たれる。我らがドン・コルネオの秘密兵器、ヘルハウスの入場です。ボタン
予防クイズ。探したぜ。マムからあんたらにって伝言を頼まれてよ。よくやった、後でうちに寄りな、だってよ。あのさ、よかったらまた試合に出てくれないか。今回のでけえイベントはまれだけど、いつでも何かしらはやってるからよ。な腕前でした。あなたにはぜひ息子ジョニーの好敵手となって切磋琢磨していただきたい。互いに高め合い認め合う、必ずや二人の間に
真の友情が生まれるでしょう。ここがあの有名な床の館。ダメだか。だいぶ仕上がってきただろう。切れてるよ。ナイスカット。伝説のトレーニング。スマイル。登場。だね。お召し替えの準備は整ってるよ。でもその前にあった、なんでも屋のクラウドだってね、五番街では随分ご活躍したって噂だ。人間働いてなんぼ、働き者には福が来るって言うだろ。人助けの縁は巡り巡っていいことがあるのさ。エアリスにはとびっきりのドレスを用意するから、楽しみに待っときな。さてと、話はここまでだ。着替えたら街の外には出られないけど、始めちゃっていいか。そうと決まったら早速取り掛かるよ。女の支度は男が思うほど楽じゃないんだ。そうだね。その間あんたは女面じゃできないこともあんだろ。今のうちに遊んできたらどうだ。思ったよりこの町に馴染んでるようだし。安心しな、あんた一人で時間が潰せるとは思っちゃいないさ。男のことは男同士。サムに話をつけておいたからね。勝手に話を進めるな。煮え切らない男だね。せっかくの機会さ、そのふぬけた男っぷりもついでに叩きのしてきな。さてと、それじゃエアリスついてきな。どんな服かな、楽しみ。服だけじゃないさ。そうそう、その素人臭い化粧と髪もがっつり手を入れるからね。わお、じゃあクラウド、後でね。覗くんじゃないよ。どういった快楽をお求めすか。よう、マムから話は聞いてるぜ。女連れでチャンピオンになっておいて、今度は女の留守中に夜遊びとはな。は？怒るなって。どうせマムにケツでも叩かれたんだろう。確かに兄ちゃんはなんつうか腕っぷしは強いんだろうが、どうにもな。この機会に一発の男としていろいろ経験を積んどくのも悪くねえだろう。守りたい女がいるならなおさらだ。ちょうどあんたにぴったりの話がある。どうだ、乗ってみるか。ただの暇つぶしだ。その息その息、頑張ってこいよ。何でもや。頑張ってこいよ。何でもや。随分待ってるね。いらっしゃいませ。何かお探しの商品が。ん？ああ、あんたが例の何でも屋か。
頼みたいのはあれだ。居酒屋で飲んだくれてうちの親父を連れ戻してほしくてね。すぐそこの酔いどれって店にいるからよろしくな。クラウドさん、サムさんから話は聞きました。ファを助けるためボールマーケットについて勉強中なんですよね。ここはこの町の先輩である俺にドーンと任せてください。さあまずは依頼をこなしてみましょう。酔いどれはこっちです。酔いどれ、酔いどれ。食べ始めたら止まらない。なんとなく入りにくい雰囲気。ここは日々の疲れを酒で洗い流す憩いの場、酔いどれです。常連さんが多い店ですから、早い時はちょっそんなずかすか。今の世界にはいろいろと引き足りがって待ってくださいよ。最高にいい感じ。私強いわ。どうもどうも、私新来コーズからデビューしたもののヒットには恵まず苦節7年、今も地道に営業を続けている歌手でございます。こちら新作なんです。よろしければどうぞ。じゃあ僕が勝ったら一杯付き合って。私が勝ったら。あんたが親父だな。ああ、わし息子はこんなアホ面だったか。アホ面だと。とにかく俺と一緒に店に帰ってもらうぜ。いやじゃ、わしはもうダメなんじゃ。そんなこと言うなよ親父。俺力になるからさ。おお、本当か息子よ。実はマテリア屋の店主に賭けで負けての、わしの大切なインスピレーションを奪われてしまったんだよ。インスピレーション。あれが帰ってこない限り店に戻る意味はない。わかった。なんだかよくわかんないけど、そのインスピレーションってやつを取り返してくればいいんだな。待ってろよ親父。ほら、お前も行かんかい。チョコボ豆のポップコーン。けど、みんな大穴が来るから面白い。食べ始めたら止まらない。美味しさが加速するチョコボ豆だよ。ぶっちゃけ何に使うかよくわかんない。怪しい匂いがプンプンするぜ。魔術人だ。この感じはまさに。ちょ、追い行かないで。これがマテリアだ。なんだあんたたち。福屋の親父のインスピレーションを返してもらおうか。インスピ？ああ、あれのことか。でもあれは俺の戦利品だぜ。タダで返すわけないだろ。何？でもそうだな、頼みを聞いてくれるなら考えないでもない。なんだよ。兄さんたちを男を見込んでの頼みだ。うっ、宿屋の自販機で買ってきてほしいものがある。あれだよあれ。宿屋自販機、あれか。あれって野暮なこと聞くなよ。んだ、よろしくな。自販機のあれ、見破るのはこの俺だ。感じる。
感じるぜ。危険な夜の気配を。秘密の領域へ。お兄さんにぴったりなお部屋ご用意できてますよ。は？できることならティファと来たったっすね。あった、この自販機ですよ。パッと見は普通の自販機だが、しかし教えてあげましょう。いいですか、この手の自販機には秘密のボタンがあるんです。どのに？それは秘密ですから。これまでの知識や経験を総動員して、こうズババッと心の目で見破るんですよ。俺を誰だと思っている？このくらい簡単に見破れる。おお、自信ありっすね。あれってただのこれ？大当たり、おまけだよ。びっくりした。一応目的は果たしましたし、マテリア屋に戻りましょう。忙しかったな。さあさあ、お待ちかねっすよ。行ってみるか。そうね。俺たちの戦利品、パバーンと見せつけてやりましょう。おお、待ってたぜ。さあさあ、クラウドさん、あれ。あ？なんだこりゃ。え？やっぱり違うのか。兄さん、なぜか悪かったな。無理に頼んじまったみたいで。大丈夫。これからだって経験は積めるさ。そう、なんていうか、俺にできることがあったら言ってください。さてと、約束の物だが、悪い、実はもうここにはないんだ。はあ？だから悪かったって。今は確か定食屋の親父が持ってるはずだ。でもまあ、ないなら仕方ない。急ぎましょう、クラウドさん。さてと、やる気も出てきたし、マテリアも磨いてやんなかな。ほら、用が済んだなら出てけって。定食屋、定食屋。腹減った。あっちの路地裏からも美味しそうな匂いが。いやいや、今は定食屋、定食屋。よう、嫉妬は経験積んだか。やめておくわ。お酒よりお布団が濃い。マテリアみたいなアイス、マテリアアイス。どの定食にすべきだ。俺ってこんな時すぐに決められないんだな。ありがとうございます。待ってくださいよ。まだ何頼むか決めてなくて。魔法の薬、マテリアアイス。いらっしゃいませ。お好きな席へどうぞ。なあなあ、あんたマテリア屋から例の物預かってんの？マテリア屋？なあ、あれのことか。兄ちゃんたちも物好きだね。そんなことより、あんたら料理は得意か？いや、まったく。最近なんか料理の味がぼやけてんだよな。なあ兄ちゃん、原因は何だと思う？火力か電気か冷蔵温度あたりだとは思うんだけどよ。
考えられるとしたら、なんだ？原因は漏電とか？あちこちボロボロだし怪しいぜ。おう兄ちゃん、イカズチ。いや、電気にうるさい口か？にしても漏電って怖いこと言うなよ。一応点検しとくか。とりあえず配電を見直してみたんだが、調子良さそうだな。えい、ごちそう。いただきます。もう苦しい。おいしそうに食べてたから感想を聞きたかったのに。でもあんたのおかげで助かったよ。これお詫びと薬や商品クーポン、彼に薬でも買ってあげて。薬屋はどこだ。道を開けてくれ。はい。マテリア屋から預かったものは改善できるとすりゃ、あとは調味料か。この前ウータイから取り寄せたスパイスはどこにしまったっけな。薬屋が先か。財宝も製法も門外不出。マテリア以上に謎のスイーツ待てる。スイーツ食べないと後悔いたすよ。あんた、こいつの連れか。まあな。お、あんた、クーポンを持ってるのか。とにかく中へ入ってくれ。ったく、今日やけに病人が多いな。こいつ以外にもいるのか。ああ、薬の注文が立て続けに入ってね。ちょうど配達に出るところだったんだが。こいつを置いていくわけにもいかないしな。そうだ、あんた代わりに薬を届けてきてくれないか。その格好軍人さんかなんかだろう。治療の経験もそこそこあるんじゃないかと思ってさ。他に頼めるやつもいないしな。気が変わったらまた声をかけてくれ。何の用だ。エクササイズチームダンダンダン。トレーナーの G なんだ。突然で申し訳ないんだけど、うちの管理と一勝負お願いしたくてね。本気ですかボス。こんなピヨピヨ君一瞬でむしり潰しちまいやつぜ。やる前から決めつけるのは良くないな。じゃあクラウド君、準備ができたら声をかけてくれ。勝負する気になってくれたかい？
からびた中スタンクのごとき筋肉で俺に挑むとは。後悔するなよ、ピヨピヨ君。無駄口を叩かない。勝負の方法はこのジム伝統のスクワット対決だよ。じゃ、早速始めるよ。負けてやる気はない。このまま続けていこう。美しいフォームだ。素晴らしいね。その調子だよ。まだまだいけるはずだよ。呼吸を合わせてごらん。残念、クラウド君の負けだね。ピヨピヨ君には早すぎたようだな。豊満な筋肉を身につけてから出直してくるがいい。見込み違いか。ま、また気が向いたら遊びに来てくれ。君の挑戦ならいつでも歓迎するよ。やあ、もう一度チャレンジしていくかい？覚悟はいいな。このまま続けていこう。いい感じだね。美しいフォームだ。その調子だよ。いい感じだね。素晴らしいね。このまま続けていこう。美しいフォームだ。さあもう一度。そんなものかい。なぜこんな貧弱な筋肉しか持たぬピヨピヨに。筋肉は量じゃなくて質だ。ではそうやって見た目で人を判断する、その慢心が君たちの弱さでありクラウドに負けた理由だ。この子たちの目を覚ましてくれてありがとう。巻き込んですまなかったね、クラウド君。君はもうこのジムにとって兄弟も同然だ。体を動かしたくなった時はいつでも遊びに来て、一緒に素晴らしい肉体と精神を手に入れよう。うわー、重要なのは肉体と持続。体を動かしたくなったら前腕たちに話しかけてみてね。解放の喜びはその先にある。俺と勝負か。オッケーカモン。いい感じだね。美しいフォームだ。いい感じ。いいね。美しい汗だ。このまま続けていこう。美しいフォームだ。いい感じだね。ほら、もっと体を追い込んで。素晴らしいね。美しいフォームだ。その調子だよ。いい、君たちな、やれる。このまま続けていこう。
つも通り。乾杯だ。You are champion。ここから10回、この10回がシックスパックを作る。一勝負やっていくかい？さあ、楽しもう。やっぱり君はすごいな。さあ、僕たちも負けっぱしじゃいられないよ。トレーニングを続けよう。はい、ボス。ここまで来るには汗だけじゃなく涙も流したさ。そうだろうな。涙の眉毛に繁華街に行ってみるか。そうね、飲んだり遊んだりもいいけど。クラウドさん、ここでしたか。ティファが、そう、ティファが、俺じゃもう。落ち着け。ティファがどうした。もうすぐコルネオのオーディションが始まるって聞いて、このままだとティファが。でも俺じゃどうしようもないから。わかった、お供します。クラウドさん、兄貴って呼んでいいですか。ダメだ。俺、兄貴にならティファを任せてもいいかもって。兄貴はどうやってそんなに強くなったんですか。だから兄貴の立ちさばき、惚れ惚れしました。こう、ズバッズバッズババって俺も兄貴みたいになりたいですけど、ここぞって時にどうしても文学的になっちまうんです。あ、兄貴、この悩める青年に何かアドバイスはありませんか。ない。そんな。じゃあ俺はここで。いや、その足手まといになるといけないんで。マムの店に戻ってエアリスが出てきた。俺が戻るまで待つよう伝えてくれ。了解です。推薦状は手に入れた。ん？あれは女限定だ。エアリスが選ばれた。ああ、一緒にいた女か。気の毒に。でもな、どっちにしても男は入れない。許可は求めていない。うん。やめておけ。コルネオ様は恐ろしい人だ。あんたがここで暴れると、誰かが責任を取らされる。それはお前が助け出したい人間かもしれないし、あるいは全く関係のない人間かもしれない。わかるか？ここはそういう世界だ。オーディションが始まるまでまだもう少し時間がある。
もし本当に推薦状があるなら、その女を連れてこい。俺は進めないけど。アリスなのか。うん、コルネオはこういうのが好きなんだって。なんかあちこち盛られて不愉快。そうか。クラウド、すまない。うん、それよりエアリス、ジョニーの伝言は聞かなかったのか。待ってろってやつ？聞いたけど心配だもん。ここは思っていたよりも危険なところらしい。オーディションで何をさせられるのかもわかない。やはり一人で行かせるわけには。一人？そんなつもりないよ。ほらこっちこっち。どこへ行くつもりだ？私マムからいいこと聞いたの。クラウドのこと気になってる人がいるって。うん？この服、気合入ってるね。どこ行くの？おぉ、あんないよ。こりゃ、べっぴんさんだ。あ、何言ってんの？役になって。世界一可愛いな。いや、まだいるよな。うん、かわいい彼女。僕とお茶しない？あの子にまた栗を積み込んじまった。ママがいるから服に着られてる。夜の夜勤作は帰るぞ。帰るぞ。着きましたぜ。ここはミツバチの館。代理人のアニアン・クーニャンに推薦状もらうの。そしたらクラウドも一緒にコルネオのところ入れるでしょ。クラウド、女の子の服も似合うと思う。おい、マムが言ってたけど、アニアに目をつけられるなんてめったにないことなんだって。だから絶対いけるよ。いや、ディファを助けるためでしょ。待て。いい？するしないの話はこれで終わり。どうやっての話しよう。アニアンは人格者だって言ってた。あのマンバだよ。だからまっすぐ事情を話してみよう。洗って砕けろね。私たち三曲も一体にならなきゃ最高のステージは生まれないのよ。もちろん他じゃ侵略カンパニーに取り締まられちゃう。あの、なんかいらっしゃいませ。ウォールマーケットで一番のエンターテイメントステージ、ミツバチの館へようこそ。アニアン・クーニャンに会いたい。クラウド様ですね。お待ちしておりました。どういうことだ？アニアンよりお通しするようにと受けたまわっています。さあ奥のステージへどうぞ。ステージ？ええ、さあ
奥の扉までお進みください。ご指名のお客様ですね。お客様、初めてですよね。ダンスの練習しときますか？ダンス？なぜだ？アニアンからの指示なんです。ほら、こっちこっち。ま、待て。ではお客様、初めてじゃないな。ではでは、こちらへどうぞ。おや、クラウド、あんたも隅に置けないね。アニアンが来るまでしばらくお待ちくださいね。筋肉すごい、ツンツンしてる。Sweet, here at the Honey Bee, and every moment is a treat.推薦状が欲しいんだって。
いいだろう。では花嫁にふさわしいとダンスで証明してもらおうか。私について来られるか。腕に酔いをかけてお前を最高の花嫁にしてやろう。さあお待ちかねのショータイムだ。よくお似合いですよ。
本性。本当の美しさは心の疾走だ。いいかクラッド、美しさに女も男もない。物怖じせず進め。今日のステージやばかったな。見て見て、喜びのダンス。ちょっと興奮しすぎ。いいから来いって。楽しかったんだ。飲みながら話そうぜ。クラウド、あれってアドリブから。すごいステージだったね。あの人びっくりしてたもん。クラウド、美しいものは人生を豊かにする。それを覚えていこうよ。何も言う。一言だけ。ダメだ。かわいい。正直、なんて俺好みのお姉さん。